ガズレレ流初心者向けシンプル簡単バージョンオリジナルショートカットアレンジでやらせていただきました。もうこれだけでもね、もうすっごい展開なんですよ。この曲ですね、よく聞いて分析するとですね、同じパターンがないんですよね。もうみんなちょっとずつコード進行も違うし、パターン化されてないっていうのはもう私もね、初めてのなんかパターンで、あれまた違うのって感じで、ね、大慌てだったんですけど、なんとか今のシンプル簡単バージョン、今のゆっくりな感じだとできるかなとは思うんですけど、たとえ弾けたとしても、歌も難しいんでね。で、動画と一緒にできた方、もちろんなんですけど、やっぱね、紙に書き出していただいて、ご自身だけでゆっくり演奏してみるのをお勧めします。YouTube と散々合わせたら次は自分だけでやってみる。これをお勧めします。その時にご活用いただこうと思って、私のノートをこうよく見せてるんですけど、今ですね、このガズクラブというサービスが始まりまして、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、このガズのノートを最新楽譜が強化したか漁ってみたらスピード感でですね、皆様のお手元に毎月5曲ダウンロードできるという、まあこれもぜひご活用してください。ガズクラブ会員募集中ですよ。はい。そういうわけでちょっとこうさっと見せるんですけど、これね、もう本当これね、びっくりするぐらい、コード進行のパターンがね、もう毎回違ってくるんですよ。弾いてみたらわかるんですけど、こんなにあるんですよ、今のショートカットバージョンでも。なので、これはね、なかなかこれはね、悶絶レベルでした。出てくるコードはそんな難しくないんですよ。コードは難しくないんだけど、このコードの進行のこの、不規則性、言えてない。不規則性と歌のメロディーラインですね。この辺がですね、毎回変わる。これはちょっと初めての経験でしたけど、まあ、ひとまずこんな感じで私書いてます。これね、テロップ
を見てもらう方がはあの分かりやすいと思うんですけど、このノートもすごく役立つんでね、ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、このガズのノートでゆっくり分析するのもいいと思います。この下に止まるとかなんかいろいろメッセージも書いてあるんですけど、これ、ね、かっこいいバージョンが下の段、かっこいいバージョンが下の段で、今やったシンプル簡単バージョンが上の段です。今さーっと映しますけどね、とにかくこれはね、まあ悶絶でした。はいはい、でもこれ2ページにわたってっからね、まあ本当にね、ここ伸ばすとかね、いろいろメッセージ書いてある。これまあ今さっと映しますけど、もうこれ分かりやすい、これいいなと思ったらガズクラブでお願いいたします。出てくるコードを解説しましょう。今これ出てくる、これ赤く囲ってるのは後半かっこいいバージョンで出てくるコード、はい、これね言っていきます。 C A マイナー F D マイナー D7 G7 E7 E マイナー7、これは典型的なガズレレ必須コードの仲間でございます。この8個のコードはですね、実はですね、入門コードのグループのこれです。このガズレレ必須コードのメンバーでございまして、で私が動画でめちゃくちゃ分かりやすく解説してます。ここにリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コード10個のコードは完全マスターしましょう。今日はその中の8個ですからね、今日は勉強になると思いますよ。はい、で今のはその8個のコードを使ってゆっくりやったんですけど、まあ何回も言いますが、まあちょっとね、なかなか高難度な曲だと思いますので、まあぜひゆっくり取り組んでいきましょうということでございます。はい、で、まずじゃあゆっくりやってもらって歌をね、なんとなくこう掴んでから、じゃあ次のかっこいいバージョンに入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、コードがね、ちょっと2つばっかり追加されるんですけど、これもね、ガズレレではね、たまに出てくる面白い響きのコードです。ちょっとこれセットでご案内します。G シャープ星と A シャープ星。これはね、流れでいつもで、この星っていうのはガズレレのオリジナル表記なんでね、これよそっていうか一般的には全然わからないんで、ガズレレだけで通じる用語ですから、これは。はい、解説していきます。まず G シャープ星。押さえる場所は、ここと、こんな風に押さえるの。いい響きでしょ。これね、なかなかちょっと難しい。これもう一個押さえ方があって、こういう風に人差し指でこの1弦2弦3弦押さえちゃって、ちょいこれでもいいですよ。はい、ちなみに小話としては、この形のまま1個こっちに持ってくると G というコードです。なんでこれをこれが本当は G というコードなんですね。これ G、これをこの形のままずるっと1個こっちに持ってきたのが G シャープ押し、この4弦の響きを残したまま。そして次の A シャープ押しはこの形のまま、あと2個こっちですね。今ここ押さえてるから、あと2個ってことは1個2個だから、この5フレットのボタンのところでこの三角形を作る感じ。このセットで使うのがいいんですよ。こんな感じでございます。ではかっこいいバージョンのリズムのね、ご案内をしようと思います。基本的にはドン8ビートのチャというリズムでロックの疾走感ガンガンでいこうと思います。こんな感じです。8ビートのチャ、疾走感あるでしょ。これをの後半のサビでやると、恋が始まった水出しでやるんですけど、これちなみにちょっと話はずれますけど、今のフレーズで最初のサビをやると、夏が始まった、コード進行変わるんですよ。メロディー一緒なのにコード進行変わるっていう、なんかこの曲のすごいこのポイントでございましてですね、そこが難しいんですよね。まあ置いといてですね、まず基本的な8ビートのチャ、あとですね、ほんのりちょっとなんですけど、エンディングの一番最後でちょっとだけガズペジオ、こういう弾き方で、これはねちょっとあの本番でこの後デモ演奏で確認してください。あともう一個の弾き方があって、カッティングです。これがちょっと難しいね。これね、曲の中でパッ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 っていう風に弾きたいとこがあるんですよ。ここです。このパッパッパッって止めて、これカッティングなんです。これがちょっと難しいんですよね。パッ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 って、これ左手で止めて、これをカッティングと言います。はい、これ難しいんですけど、まあ一応だから今日はこの3つを最初にご案内します。8ビートのチャとガズペジオと、カッティングの弾き方。この3つの弾き方はこのリンク行ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャ、ガズペジオ、カッティング、動画それぞれで練習動画になってますんでやってみてください。8ビートのチャは基本である8ビートを最初にマスターした方がいいと思いますからね。で、ガズペジオもちょっとね、訓練すればできると思います。ちょっとしか出てこないんでね、はい。で、一番この中で難しいのはカッティングです。カッティングはもう永遠のテーマで、もうガズも日々練習って感じですからね。まずやり方だけはそのさっきの動画で覚えて、やっていきましょう。そしてもう一個の弾き方は、このね、ブリッジミュートっていう弾き方を取り入れてやってみようと思います。たまに出てきますけど、ブリッジミュートっていうのは、ここの白いところがこれブリッジということで、ここにですね、手のね、右手のこの部分、ちょっと柔らかいんですけど、ここの部分をこう、クッと押して、音をね、こう、ちょっと止める。くすませる。C を弾くと、普通に行くと、これを、
ミュート、これブリッジミュートって言います。でこれ A メロなんかはこんな感じで、涼しい風吹く青空に追い、こんな風にちょっとこうね、ちょっとしっとりした感じ、ズズズズって感じで やってみようと思います。あともう一個、イントロの一番最初のところでも半分ミュートみたいなのちょっとやってみる。ダーツツツツツツ、ダーツツツツ、こんな合わせ技でもブリッジミュートを使っていこうと思います。このブリッジミュートはですね、特にレッスン動画っていうのは、ね、もう本当にここに当ててこう弾くってだけなんですけれども、だけっつったってこれがまあ難しいんですけど、まあこれロックバンドではね、このミュートでね、ギター、エレキギターでズズズズズって感じのイメージで、ね、やるときこれを使うんで、まあちょっとこれを再現してみました。サビのですね、ところの A がじゃないところで、こうさっきみたいにカッティングでタッタッタっていうところでメリハリがまずつきます。あと伸ばすパートがあったりとか、結構そのいろんなメリハリ、動画のテロップつけてきますんで、要注意しながら、それを見ながら、何回か練習してみるといいと思います。あとこの曲のね、A メロの2番のフーリーンがチリーンのところのバースのところで、ちょっといろいろ入ってくるところがあって、まずね、面白いブレーキがある。私には関係ないと、私にはだんだん、こんな感じで F を止めるといいかなと。私には関係ないと、次 G シャープを持って A シャープを敷いて2拍1、2開けて夏が入るんですけど、ここがちょっとね難しい。ゆっくりやってみますね。1、2、3、4。私には関係ないと、次は G シャープを敷いて思ってたんだ。1、夏って言ったでしょ。1、2の時に夏のなです。なってきたんだ夏が、ここだから2拍なんですよね。ここがちょっとね難しいかもしれませんけど、今みたいにゆっくり分析すると、理解できるんじゃないかなと思います。やってみてください。あとイントロでですね、さっきの G シャープ押しと A シャープが出てくる、ちょっとね細かい、フレーズがあるんで、そこやってみましょうか。ダン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 、こんな感じ。G シャープ押して、ツッターダダダダ。はい、テロップにもこんな感じで書いとくんで、ツッターダダダダ。やってみましょう。こんなようなフレーズとか G シャープ押して A シャープ押してとか入ってくるんですけど、この曲はですね、やっぱりそのコード自体はそんな難しくないんですけど、その歌のメロディーラインが一緒なのにコードが変わっていくとか、そういうところでちょっと今だかつてないようなこうガズも体験してあるんで、その辺が面白くもあり、ちょっとね、難しいんですけど、今この時期、このね、青と夏。歌詞にも書いてありますけど、夏が始まった合図がしたとか、もうまさに今、思いっきり歌いたいやつですから、ちょっと練習して、もう汗だらだら流しながら、熱唱して歌っていきましょう。それではやっていきましょう。ミセスグリーンアップルの青と夏ガズレレ流かっこいいバージョン、オリジナルショートカットアレンジバージョンですけれども、かっこいいバージョンやってみる。ワン、2、3、4。今日はならあっとする。
となすガゼレ流かっこいいバージョンやってました。もうロックバンドならではのあのグイグイ前のめりに行く疾走感、夏をこう駆け抜けるエネルギーのある曲だったと思います。ちょっと難しいですけれど、それでもねガゼレレの簡単、これでも簡単アレンジですね。ちょっとゆっくりじっくりこの夏取り組んでみてはいかがでしょうか。読んでね、ご機嫌ガズレレデイズ、弾き語りとか音楽やる上で、とっても大事なことがたっぷり詰まってる。これ楽譜じゃないんですよ、いいこと書いてある本です。エッセイ本なんですけど、写真とかも満載。そしてこれご機嫌でデイズですから、ご機嫌の毎日が送れるとっておきの言葉が詰まってます。ぜひご用意ご一読ください、ね、楽譜の本をですね、リットミュージック社さんというところからで、ね、もうたくさん出しております。ぜひこんな感じでずらーっとラインナップがありますんで、皆さんぜひお手に取っていただければと思います。 Amazon とかでガズレレってやったらずらーっと出てきますし、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがあって、もうベストセラーですから、今年20万部もう超える勢いでございます。ありがとうございます。まあ、それだけで分かりやすくてね、もうご支持をいただいているということで、これ簡単バージョン の楽譜なんで、かっこいいバージョンはどんどん自分で書き込んでいく、そして自分で世界で一冊の自分だけの本を作り上げていく、そんな感じの本となっております。よろしくお願いします。あとね、ガズレレ G ラボではですね、あのアプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリがあります。このアプリぜひあのダウンロードしておいてください、無料で見れる楽譜もありますけど、この楽譜 の、ね、ここの中で、楽譜もゲットできるんですね。で、ガズレシピのアプリの中で楽譜の管理ができたりとか、もうすごくいいんです。あのそのアプリの中でメトロノーム機能がついていたりとか、もうめちゃくちゃね、あの分かりやすいです。で、このねガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてあるっていうのが特徴で、さっきのリットミュージック社さんは簡単バージョンだけで、こっちは両方書いてあるということですね。なかなかいい楽譜になっています。あと書籍、本当の本もこっちもありますから、ぜひこっちも、見てみてください。で、ガズレレのウクレレではですね、見てください。ここにほら、水引きが挟まっていたり、ケイトのストラップだったりとか、あとキャップだったり T シャツとか、あの可愛い色のバッジだとかキーホルダーとかね、もうめちゃめちゃいっぱいトートバッグとかウクレレのバッグとかいろいろあるんですよ。その辺のこと、これ公式ホームページのこのねバナーに行ってもらうといっぱい載ってますんで、ぜひあのいろんな可愛らしいグッズチェックしていただきたいというふうに思います。あとちょっと親戚のチャンネルでガズピアノっていうのをやってるんですよ。これもめちゃくちゃ面白いですよ。私ガズが発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化した鍵盤楽器のプログラムです。弾き語りプログラム、私が発明してますから安心してください。ガズレレでできる人だったら余裕です。誰でもできるピアノ弾けたり、ぜひガズピアノもチャレンジしてみてください。さあ、そんな感じであっちからこっちから音楽楽しんでいこう、音楽を聴くよりやる方が楽しい、ぜひガズレレガズピアノをご活用していただいて、どんどん楽しい音楽人生を送っていってください。それでは皆さんごきげんよう。あ、ガズレレ公式ホームページ見たら大体のこと書いてあるんでチェックお願いします。さよなら、バイバイ。